優勝戦1号艇は浜崎直也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今シリーズの船足の評価というのはいかがなんでしょうか。そうですね、伸びだけいい感じですね、うんうん、では優勝戦に向けての調整というのはどのようなことを考えられてますか。そうですね、いつも使っている形にちょっと叩き替えて朝乗ったんですけど、うん、まあそれの方がもう一度ひどい気がしたので、うん、まあ昨日までの状態に戻して、うん、考えようかなってところですね。スタートの見え方シリーズとしていかがですか。まあ大体、思ったところにいるか、まあ若干届いてないかなってところですね、うんうん、ではですね、2節連続優勝、優勝を目指して最後に一言、はい、ゲストの皆様にお願いいたします。そうですね、スタートにしても旋回にしてもベストを尽くして頑張ります。応援よろしくお願いします。2号艇は梶野隆選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。船足どんな手応えできていますか。乗り心地だったりターン周りがいい時があるので、うん、その辺がいいと思っています、うんうん、では優勝戦に向けての調整というのはどのようなことを考えられていますか。乗り心地だったり体幹の部分がちょっと被害の部分があるので、うん、昨日の後半は合わせられてましたし、うん、そこをしっかりしたいなと思っています。スタート見え方今シリーズどうでしょうか。昨日は思い切っていって、うん、自分の帰りもちょっと遅かったんですけど、まあ、10ぐらい行けたら最高です、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。正直1と3はちょっと直線でいいのでスタート体系同体だと1マーク苦しい展開になるかもしれないんですけど自分なりの精一杯のレースしますのでご声援よろしくお願いします。3号艇は吉川貴人選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。予選ではピストニングの効果もあったんですがどんな推移できてますか。足はまあもらった時から悪くない感じだったんですけども、うん、あの整備してからまた一段と良くなった気はします。現状どのあたり気に入ってますか。乗り心地がメインでいいかなと思ってます、うん、他の足も、はい、あの十分戦える足かなと思います。今シリーズのスタートの見え方というのはいかがですか。今節は正直ちょっと分かってませんね。スタートそうなんですね、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇は土山拓也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今シリーズ船足どんな評価できてますか。立ち上がりがいいのでターン周り関係いいと思います、うん、はい。スタート感というのは今シリーズ通していかがなんでしょうか。大体合ってると思います、うんはい、ピット離れを含めたレースイメージというのはいかがなんでしょう。出れば1個でも内側がいいです、はい、うん。ではですね、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、しっかり調整して、12レース走りたいと思いますので応援よろしくお願いします。5号艇は坂本博人選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでの船足の推移というのはどのように来てますか。そうですね、ちょっと伸びつけたくてずっと調整してたんですけど、はい、全くそこ来なくて、うん、まあ、今は本当に何も特徴のない、うん、エンジンだなと思います。では優勝戦に向けては調整どうされますか。そうですね、まず離れがずっといけてないんで、うん、ちょっとそこだけはしっかり直したいなと思ってます、はい、そのピット離れ優勝戦メンバーそうですね、いい人がいるんで、ね、お隣にちょっとそこだけは、はい、持たせたいなと思ってます、うん、シンセ投手のスタートの見え方っていうのはいかがですか。本当その準優まで全く見えてなくて、うん、準優でこうしっかり本当につかめたなっていう自信持っていけた感じだったんで、うん、はい、まあ、今日も自信持っていきたいなと思ってます。では最後にですね、ゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、優勝目指して頑張ります。6号艇は渡辺信弘選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでの船足の手応えというのはいかがですか。まずまずですね、うん、はい、何か特徴面とありますか。序盤はちょっと行き足がいいかなと思ったんですけど、うん、後半はまあそんな周りとあまり変わらなくなってきて特徴は特に伸びもいいわけでもないし、うん、普通バランス取れて中堅上位、うん、ですね。スタート見え方というのはシリーズ通していかがですか。いや難しいですね、もうやるたびにタイミングが違うので、うん、ちょっとどれを信じていいかわからないっていう感じですね、うん、で、まあ、前節フライングしたばかりなので気をつけてはいるんですけどね、うん、はい、ピット離れ含めたレースイメージというのはいかがですか。ここはね、6号艇はピット離れいいイメージがあるので出れば一つでもうちですね。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、頑張ります。